ちガラガラ藤吉郎と共に金ヶ崎の激戦を生き延びた家康。休む間もなく、信長に浅井、朝倉討伐の先陣を申し付けられる。そんな中、浅井長政からは、共に信長を討ち取ろう、と呼びかける密書が届く。姉川を挟んで両軍が向き合い、決戦の時が迫る中、家康は信長を裏切るか否かの選択を迫られる。家臣の中でも意見が分かれ、紛糾するところに家康陣へ信長から銃弾が撃ち込まれ、